どうも、ジンタンです。今からアランウェイクというゲームをやっていきます。なんか、光を当てて敵を撃つ感じのゲームだと思います。ストーリーとかわかりません。実況動画ちょっと見ました。なので、ほぼ初見です。最初からプレイ。イージー、ノーマル、ナイトメア。今ノーマルかな。草壁いらっしゃい。今ノーマルでいきますか。イージーはちょっと論外。でもナイトメア多分選べないから、まあ、一択かな。ノーマル。スティーブン・キングの言葉を借りれば、日本語版。悪夢に理屈や解釈は無用だ。だよ。恐怖の美学はそれらの対極にあるのだから。ん？ホラー小説の登場人物は、なぜと問い続けるが、その答えはない。あってはならない。謎は謎のままでこそ、人々の記憶に残り続ける。小説。俺はアラン・ウェイク。作家だ。あ、主人公の名前なのか。主人公の名前っぽいです。アラン・ウェイク。アランなんだね。なるほど。人一倍想像力が豊かな俺にとっても、この夢はあまりにも高等無形で、東大だ。不安をかきたてられた。そう、すべては夢から始まったのだ。このゲームも夢の中の世界みたいな。悪夢ではありがちな話だが、感じ？俺は急いでいた。何かとても重要な理由で東大へ行かなくてはならない。東大？俺は猛スピードで海岸線を飛ばしていた。引いた。引いたぞ。なんで？気づいた時には遅かった。ああ、事故か。それにしても真ん中走りすぎじゃね？ど真ん中だったけど。脈がなかった。これでも二度とアリスに会えないのだと思った。娘？嫁？ほっ。ん？生き返る？のか？あれ、いない。え？これも夢の世界の話？サイコブレイク的な。死体は消えていた。え、エピソード1、悪夢。事故のショックで足がひどく震えていた。あ、動ける。おっとっとっと、マウスで視点を移動し、ライトを見上げる。ライトを見上げた。視点移動の操作を上下反転しますか。いいえ、いいでしょ別に。視点移動の操作設定はオプション画面で変更。はい、はい。すげえ、映像綺麗だ、これ。みんな伝わってるかな。これ、あれだからね、HD 画質で録画してるから、YouTube でね、見るときは、多分、すごい画像綺麗だと思います。シフトでダッシュ。お、ダッシュダッシュ。走るやん。いや、映像綺麗だな。光が綺麗だ。いや、でも酔いそう。くるくるしたら酔いそう。おっと。ひどく重要な何かが待っているはずだった。東大に行かなきゃ。音量大丈夫ですか？東大へ向かう。はい。あれ HP かな。待って、あの光、丸い光が左上のあれか、目的地かな。で、あの赤いのが HP だよね。4分割されてる。橋は崩落していた。おっとっとっと、なんかある。別の道を探すしかなかった。コーヒーポット、コーヒー 100分の1のコーヒーポット。100個あんの、コーヒーポットが。何その集める要素。落ちたが。待って。ちょ、待って。待って。え、ちょ、待って。聞いてないが。死ぬのあれ。マジか。え、さらんと死んだけど。え、あっちじゃないの？目的地。落ちて、行くんじゃないの？待って。悲鳴すらあげないんだね。ちょ、待ってよー。え、ポ、え、あん？崩落していた。はい。別の道を探すしかなかった。あ、別の道言ってたな。あ、で、こっちか。な？ほら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 。あ、こっちっぽい。待って、なんかアイテムとかあるんじゃない？コーヒーポットが2個目の。ねえかな。コーヒーポット100個あるってさ。なに？なに？え、え、え？あ、さっきの人。え、え、え？え、ちょ、待って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 。神様のつもりか。物
うわっ、何かいたっていい。ええ、何この人。待て、追いかけてきてる。なんか指名手配されてない俺。チェックポイント見てる。アップルティーらっしゃい。ゾンビスペースジャンプ、あ、その場で。オッケーオッケー、指つりそう。東大ここまでだぜ。いる。敵の攻撃を受けることができる。シフトをしながら操作で。シフトマン。ついじゃい。なるほどなるほど、なるほどなるほど、成功。よしよし、もう一度攻撃を受けてみよう。了解。ふーん、いてえ。もう一回。ふーん、いて、当たる。ふーん、ふーん、避けた避けた避けた。ふーん、ふーん。舐めてるだろこれ、いて、舐めてるだろこれ絶対。ふーん、避けた避けた避けた。よし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 、ほら、うまく避けるとスローモーションになるってさ。俺の小説の登場人物だった。小説の今の動き舐めてるよな絶対。ふーん、くぐろうとしてるもん、なんか。ふーん、あ、もうできない。てめえが生み出した人物に殺されるってのはどんな気分だ。小説の中の世界。うわ、サイクロンが。え、どうすんのどうすんの。ダッシュ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 。これは息切れとかないのかな、主人公。ダッシュし続けられる感じ。あ、息切れた。待って待って、今サイクロン来てんの。後ろ振り向けないが怖くて。待って待って、ダッシュできないよ。疲れてる今。疲れてんのか。お、なんかいるよ仲間。急げ急げ。来た、よし。おお、橋が。ん、今なんて言った。ダッシュ。おお、映画。お、死ぬ。やばい。この人は本物。グロい。うわぁ、映画みたいだ。逃げられない。え、おっと、お、目ん玉が映ったよ。めっちゃ見てる。いや、死ね死ね言われても。え、アイテムとかないの。キモい。え、東大向かうだっけ。武器とかないの。銃。脱出。え、え、どっから脱出。ゆりかご。うわ、どっから出んの。お、いや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 、え、だから、お、光った。光を追え。光を追うよ。チェックポイント。ダメージを受けたら光の中に入れ。はい、そこなら安全だ。安全、光の中が安全。 FF 見る。はい、いや見んでもあるが。あ、光が味方なんだね。それでいい。大切なことを伝えよう。はい、よく聞け。これ誰。彼は知らなかったのだ。我が当たる湖の向こうに広がる深い常闇の海を、その荒ぶる波とその静けさを。私はその港を訪れた。私はその港を訪れた。分かったか。いや、こっちだ。ってこと、東大が喋ってる、もしかして。おっ、おっ、治った。どういうこと、東大すげえ。君に警告するため夢に侵入した。闇は危険だ。夢に侵入。今まだ眠っているが、君の存在を感じれば目覚めるだろう。時間がない。重要なことだけ教えよう。どういうこと、
灯台が味方ってことでいいのか。あのヒッチハイクは闇の力に操られている。眩しいわ。このままでは倒せない。はい、闇に守られている。光で闇を追い払えば奴は向こうにいる。いた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 近づいたらどっけって言われた。ライトを取れ。取った取った。ライトで照らし奴を包む。ほら、ライトを質量上げる。ほら待って、なんかゲージが減る。ほら、上げた。ほら、あっ、あよし、ダメージ。これで闇のバリアは剥ぎ取られた。あ、実体化したのか。闇に操られている。危険はまだ去っていない。あ、めっちゃリボルバー、あ、リボルバー、はい、で、撃つと。ほら、おれい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 、すげえ、リロード。強い強い。私の言葉を忘れるな。今はこれだけだ。君の夢から去ろう。いや、いてよ、ずっと。悪夢の中では暗闇が世界を支配していた。灯台が唯一安全な場所だった。灯台が味方。なるほどなるほど。ライトで光量を上げれば敵が止まっている闇のバリアをより素早く焼き払うことができる。了解。だからこのこれで敵をやればいいんだ。よしよし。あ、いるいる。くっくっくっ。あ、落ちた落ちたよ。痛い。よしよし。オッケーオッケー。リロード。よしよし。面白いぞ、でも。マン痛いよ、痛いよ。あ、え、いっぱいいるんだね。待って、え、いっぱいいるんだね。え、同時に2体とか出てくんの？嘘よ。え、マジで。同時にいっぱい出てくるんだけど。避けた、うまい、うまく避けたのか、今。ちょっと待ってよ。これ弾って無限なのかな。怖い。ポンポンポン。うん。で、こいつも光量上げて。ほら、足りませんでした。足りませんでした。有限なのか。光、光の元へ。はあ。こう無敵ぞ。無敵ぞここ。うわあ。あ、右上にダンス書いてあるのか。ほんとだ。ありがとう。見てない、全然。これ、殴るとこないのかな。銃の弾ってどっかでゲットしないと。いやいやいや、いっぱいすぎでしょ。足りるこれ。あ、痛い、痛い、痛い。痛い。帰らせてください。待って。やばい、むずいかもしれない。やばいぞ。あ、マジか。赤い宝箱を開ける。これ、あ、これ宝、フレアガン。なんだフレアガンって。ありがとう、全然気づかなかった。これ箱なんすね。ありがとう、全然気づかなかった。やべえ、これ結構あれじゃない、ここら辺の樽とか壊したら弾ゲットできたりするんじゃない。光に当たると自動セーブかな。バリアをまず、剥げない、バリ剥げない。痛い痛い。ちょっと待って、一人ハイだけど。うまく避けた。でもライトが有限だなこれ。あ、オッケー、フレアガンリロード。これは帰っていいんですか。もうこれ敵倒す必要ないのかな。敵別に何もアイテム落とさないよね。なんかもう逃げるが基地なんじゃないかな。おっと、俺は諦めねえぜ。あいつなんなの。あいつがラスボス的な。逃げればいい感じ。灯台に向かうんだもんね。やばい、来てんのかな、来てんの。うわー許して許して。もう走れない、もう走れないよ。ダッシュがすぐなくなっちゃう。うわ、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。走ろう走ろう。怖えな、サイクロンがよく来るよね。あそこに登れば終わるの勝ち。